県数学館一般財団法人県数学館は、理学の研究、教育の支援を行っている一般財団法人。本部は東京都千代田区西館官2丁目。経営母体は財団法人県数学館。設立時のモットーは、県数理、開き空き宇宙を開く。2000年3月末まで東京都千葉県、埼玉県にあった。 大学受験予備校を経営していた。1897年に奥平奈美太郎が開校した数学の私塾を創始とする。その後、1941年に文部大臣により財団法人権数学館の設立許可を得、理数系の旧制専門学校である県数専門学校を設立した。その後の学生改革により、1955年に 大学受験の専門総合予備学校として新たなスタートを切る。最盛期は東京校本部校舎、本郷校舎、津田沼校、春日部校の3校舎を展開したが、本郷校舎と春日部校舎は後に並行した。戦争中は長兵猶予の目的で入学する学生を受け入れた。戦後は旧制専門学校の多くが新生大学に昇格していったのに対し、 本校は、大学受験予備校として生き残る道を選んだ。そのため、法人格も、財団法人のままとなり、学校法人には移行しなかった。予備校としての創業が古く、多くの著名人が通ったことでも有名であったが、大学受験生の減少を理由に2000年3月末をもって予備校業務より撤退し、東京校、津田沼校が並行となった。予備校業務からの撤退後も、 法人本部は東京港本部校舎に所在しているが、本館と A 館は日本大学法学部8号館として、別館は居酒屋渡見に、B 館はかつて資格指導のクレアールに貸し出されていた。また、東京港本教校舎は隣接する学校法人昭和一工学園に、津田沼校は河合塾に売却された。ちなみに、 東京港本部校舎所在地は日本人による最初の私立女子教育機関であるアトミ学校が設立された地でもある。現在は理学研究者の支援を目的とする法人となっており、主に教員向けに連続セミナーと題する講演会の開催などを行っている。講師は坪田構造ほか、ありがとうございます。